こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。とうとう、XF-1 プロトタイプエンジンの存在が世界にバレてしまいました。とはいえバレていましたね。今回は、XF-1 プロトタイプの話をしていきますね。長年の悲願だった純国産ジェットエンジン XF9-1IHI 社製が完成しました。カタログが示しているスペックはかなり高い推力を示しています。このエンジンが次期 F3 戦闘機に採用されるかどうかもまだ不明ですが、ある国が非常に気にかけているらしいという噂が入ってきました。2018年、平成30年、F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され、予算化までこぎつけました。試験ですが、早いというより、むしろ遅かったという感じがしています。これからの第6世代戦闘機は、様々な形があるようですが、現在活躍している F-35 戦闘機以上、はるかに優れた性能と戦闘機には、もはや必須条件の、ステルス性の双方を兼ね備えたものでなければ、意味がないでしょう。この新型は、双発エンジンになるでしょう。双発エンジンというのは、左右の主翼に、エンジンを1機ずつ設置したものです。現在の F-35 戦闘機は、片方に1機乗せた単発エンジンです。この双発エンジンも2タイプは製造しておくと、将来的には護衛艦、出雲や加賀の甲板上での運用も可能になると思われます。と言っても、どこまで計画が進むかは、まだまだわかりません。ここに来て、今更、F-22 戦闘機に、ハイクオリティなどは不要です。目指すのは、最新鋭のその先を目標にして開発されることになります。いよいよ、日本悲願の国産戦闘機の登場になるのでしょうか。この F-3 戦闘機計画には、エンジン部分が非常に重要ポイントとなります。ここの選択を間違うだけで、日本の損失は計り知れないものとなり、ひいては周辺国への防衛力が低下することにつながります。しかし、さすがは日本です。高性能なジェットエンジンを開発しています。これは自画自賛になりますね。では、そのエンジンについて紹介していきましょう。2018年6月、日本の航空軍事市場においてエポックメイキング、とも言える出来事がありました。プロトタイプの1機だけですが、ジェットエンジンが開発メーカーの IHI 社から、防衛装備庁に納入されたのです。これは話題となりました。このジェットエンジンが XF9-1 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンです。しかも、現在の国際的スタンダードで比較しても、他国製品に全く引けを取らない、高い性能を持った画期的なエンジンと言えましょう。今回、防衛装備庁に納入された XF9-1 エンジンは、アフターバーナーを使用した場合の推力は、
15トン超えです。F-22 ラプター戦闘機の F-119 エンジンが同じ状況では 15.9 キロですから、これは全然遜色のない数値と言えるでしょう。ちなみに F-35 ライトニング2戦闘機ですが、F-135 エンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンとなっています。数字を見れば XF-9 の1エンジンのそれを上回ってはいますが、これはプロトタイプですから、どう考えると今後の性能向上も十分期待できると思われます。アフターバーナーについて説明しますね。エンジンから排気ガスが放出されますが、これに直接燃料を噴霧してもっと燃焼させることによって推進力を高めるシステムのことです。 XF-9 の1エンジンの場合はアフターバーナーがなくても11トンの推力が記録されました。XF-9 の1エンジンが注目を集めた理由ですが、従来はこのような1000級の性能を獲得するのは難しかった国産エンジンの分野において、世界に通用する性能を実証できたということが原因と推測されます。実は、現在収益中の航空自衛隊 F-2 戦闘機を国内ではなく、アメリカ製の F-16 戦闘機を土台にして開発すると決定したときに、その大きな理由の一つが戦闘機に搭載するエンジンを自国で開発ができないためということを考えると、まさしく快挙と言えるでしょう。ざっくり言うと、戦闘機の重要部分であるエンジンが日本で作れないから、戦闘機自体をアメリカ製の真似をして作らざるを得なかったということだと思われます。実は当時も日本独自で戦闘機開発を目指そうという意見がありました。しかし政治的な思惑やこうした機関部分を国内で製造するのが困難だったという現実に鑑みれば諦めざるを得ませんでした。こうした過去を考えると今度こそいよいよ国産化エンジンに目処がついた状況になったということで悲願達成という言葉もあながちオーバーではないでしょう。くしくも F-2 戦闘機の後継機である F-3 戦闘機はアメリカとの共同開発と言われていますが、XF-9 の1エンジンが完成したことによって、日本が新しい選択肢を得られたことに間違いはないでしょう。XF-9 の1エンジンは、現在の戦闘機用エンジンに求められる必須条件である。小型、軽量という要素をクリアしていますし、それに加えて15トン以上もの推力確保に成功していることが素晴らしいと言えるでしょう。具体的な各部分のデータを紹介しましょう。前述の F-22 ラプター戦闘機 F-119 エンジンは全長 5.16M、直径 1.168M ですが、
XF9 の1エンジンは、全長 4.8M、直径 1M ですから、コンパクトサイズに、出来上がったと言えるでしょう。戦闘機の推力だけを強めるためのエンジンを製造するのなら、多少サイズを大きくすれば、比較に簡単に可能と思われますが、XF9 の1エンジンのように、これほど小型で、かつ強力なエンジンになったというのは最大のメリットでしょう。というのは、現在の戦闘機の必須要素と考えられているのが機関部のダウンサイズ小型化です。これはステルス性能をアップさせるためでもあり、同時に兵装を機体内への収める場合の積載量を増やすことも可能にさせるメリットがあります。もちろん、ステルス戦闘機を日本で独自に開発するということになれば、このような兵装収容用のウェポンベイ、爆弾装の技術的ノウハウなど、様々な課題が発生してくるでしょう。しかし、最大の関門ともいえるエンジンの小型化がクリアされているので、何とも心強いと言われています。その他の出来事として、2019年6月の航空見本市において、F9 の1エンジンの推力変更ノズルが開発中であることが公表されました。これにより、実用化に向けた準備が、着々と進行中であることが世界に強く印象づけることになったようです。ちなみに、推力変更ノズルというのは、ジェットエンジンの排気の方向を変化させることによって、進む方向を調節する装置のことです。XF9 の1エンジンの場合は、ノズル式の同装置によって、最大20度の角度内で機体のコントロールができると言われています。開発は進む XF9 の1エンジンですが、次期 F3 戦闘機自体の着地点が未だに決定していない状況です。このままでは、せっかくのプロトタイプエンジンが活用できないのではないかという最悪のシナリオも予想されているそうです。しかし、ここで注目すべきニュースがあるのです。この XF9 の1エンジンに関して、当事国である日本よりもある意味で気にかけている国があるらしいということです。次期 F3 戦闘機が気にかかって仕方ないのか、折に触れてニュースで取り上げている国がありのです。しかも、その取り上げ方といったら、未だ何も決まっていない。要するに、ゴリ夢中状態のこの計画を、自国の安全保障が脅かされると、強行状態もどきの論調なのです。このヒステリーじみた国こそ、お隣の韓国です。お互いに、日本が仮想敵国と考えているだろう。中国ならわかりますが、韓国はアメリカの同盟国という、同じ立場です。なのに、日本の F3 戦闘機開発については、まるで、明日にでも日本に、攻撃されると言わんばかりの警鐘を鳴らしています。決定には、まだまだ時間がかかりそうな次期 F3 戦闘機計画に、そこまで注目されると日本の技術を過大評価されているようで、嬉しいような呆れるような入り混じった思いになるのですが、ここまで一方的に日本を仮想敵国だと思い込む韓国の姿勢には、悲しさを通り越して
呆れるばかりです。韓国は、原潜や航空母艦を所持したいようですが、この国の軍備はどこを目指しているのか、他国のことですが、韓国の迷走はまだまだ続きそうに思われます。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、日本では操縦型潜水艦計画。12潜水艦の建造が終了。最後11番艦奥羽竜と12番艦東流は、リチウムイオン電池搭載の潜水艦となる。その通り、静粛性は世界でトップだろう。通常動力型潜水艦しか所有できない日本にとっては、リチウムイオン電池の進化によって原子力潜水艦よりも優れた性能を手に入れることとなった。これは、時代がもたらした画期的な技術の恩恵を受ける。しかも、日本の技術力もまた諸外国とは違っている。豪州が仏よりも日本の計画をと後悔しているだろう。中国もまた尖閣周辺を潜水艦で接近しているとの話もある。海底ではどんな行動をしているか地上からはわからない。海底と空、海上からいつも潜水艦の動きを見つけている。では、中国の原子力潜水艦が奇妙な動きを見せた映像があるのです。この奇妙な動きをした原子力潜水艦の話をしていきましょう。少し前の話です。2018年1月、宮古島及び尖閣諸島の一つである大正島の接続水域、領海に接する一定範囲の公海を潜航しながら日本の領海に侵入していた。中国海軍の 093B 型原子力潜水艦。この艦については、写真もほとんど公開されていませんでしたが、中国国営テレビの映像の中に 093B 潜水艦が映っていたと報じられました。中国国営 CCTV、中国中央電視台は海軍の報告として、黄海と渤海で行ったとされるミサイル兵器システムの攻撃訓練の映像を放映しました。その映像の中に、他の艦艇とともに、この 093B 型原子力潜水艦が含まれていたとらしいのです。CCTV で放送された映像のスクリーンショットを掲載します。093B 型原子力潜水艦と言われています。そして、こちらが
2018年1月に日本の接続水域に侵入した潜水艦です。上記の 093B 型原子力潜水艦とそっくりでしょう。この 093B 型原子力潜水艦の特徴は、セイル、海後方の付け根に備えられているミサイルを収める台形状の膨らみです。また、十字となっている方向舵の上に構造物も見えます。今回放送された映像と比較してみると、1月に侵入した潜水艦と同一艦と思われます。といっても、093B 型潜水艦 G 型を含むは、2015年以降に複数が就役したそうですから、果たしてこれが接続水域に侵入してきた潜水艦なのか否かは依然としてはっきりしません。では、最大の疑問といえる中国原子力潜水艦はどうして浮上したのかについて推理していきましょう。状況の推移を説明します。防衛省の発表ですが、2018年1月10日、海上自衛隊護衛艦トライ5航空群所属の哨戒機 P3C は沖縄県宮古島の東北東の接続水域を北西に進行しつつある潜水艦を確認したそうです。前述の通り、接続水域というのは公海ではありますが、領海に接しているため、一定の権限を行使できる水域です。ですから、海上自衛隊は、この潜水艦を2日間追跡しました。2日後の12日午後になって、尖閣諸島、中国名は、長魚島北西の東シナ海の公海に浮上し、中国国旗を掲げた同潜水艦を海上自衛隊が確認したそうです。尖閣諸島は今更説明しなくても、日本と中国が領有権をめぐって対立している当初です。その付近を中国艦船がうろうろしているというのは、よくあることなのでしょう。気分的には、自分の家に土足で踏み込まれたようで、不愉快ではありますが、当時の防衛大臣小野寺御殿氏は、1月15日、この中国の潜水艦は、小球と呼ばれる093型原子力潜水艦であるという、分析結果を発表しました。小球は新型の攻撃型原潜で、長さは 110m。水中排水量は 6100 トン、最大速力30ノットと言います。加えて、長い射程距離を持つ巡航ミサイルも搭載できる。原子力潜水艦ということです。かなり高性能な原潜ではないでしょうか。さて本題に戻りますと、日本の接続水域に侵入した中国の最新攻撃型原子力潜水艦は、公海でなぜ浮上して国旗を掲げたのか、ということです。潜水艦にはステルス性、隠密性が非常に重要視されるというのは軍事的には当然すぎることです。なのにあえて浮上して自分の居場所を明らかにしたという不自然さに中国国内では様々な推測が飛び交いました。海外の中国語メディアの分析では、
厳選、昇級が浮上し、国旗を掲げた理由は、一日本兵尖閣諸島の主権を主張しようとした。二日本の海上自衛隊による対潜水艦作戦のせいで追跡を振り切ることが不可能だったため、やめむなく浮上し、身元を明かしたという二つの理由とされています。実は、沖縄をはじめとする日本の琉球諸島は、中国が第一列島線として重要視している場所です。この第一列島線というのは、冷戦終結後の中国が対米防衛線とした九州から沖縄、台湾、フィリピンまで続くラインです。言うまでもなく、ここは中国とアメリカ、両軍の潜水艦が年中潜航行動を展開していると推測される海域です。だからこそ、あえて、隠密行動という潜水艦としての第一義を捨てて、存在を公にしたのだということかもしれません。しかし、この事態に、中国国内の一部のネットユーザーから多くの意見が、湧き上がりました。以下に、その意見を紹介しましょう。2日間も、日本の潜水艦に追跡されたということは、こちらのオトモンは完全に把握されただろう。例えれば、パンツまで見られてしまった状態ではないか。ここまでやられるとは、昇級は本当に最新の源泉なのだろうか。オトモンとは潜水艦それぞれが持つスクリュー音のことで、潜水艦によって異なります。いわば、潜水艦の指紋というものですから、オトモンのデータがあれば、どの潜水艦なのかがわかってしまうのです。他国の領海を通過するときなら、浮上して国旗を掲げなければならないが、潜水艦が公海を潜航するときには、浮上したり国旗を掲げることは、必要ないはず。あそこは公海だったのに、そこで浮上したり、国旗を上げたというのは、尖閣諸島での日本の主権を認めてしまったことにならないのか？我が国の潜水艦はまた浮上させられてしまった。情けないし、誠にみっともない。潜水艦のすべてのデータ、つまり行動の全プロセスが日本にバレてしまったということが最大の問題ではないか。日本の潜水艦に追跡された挙句、浮上。まるで白旗を上げて降伏したようなものじゃないか。世界一と言われている日本の対潜水艦能力。この作戦で我が国の潜水艦が浮上して国旗を掲げたということは、日本に対してこちらには攻撃力がないことを認めたことになるのではないか。つまり、日本の艦船による強制送還を受け入れたというわけだなどなど、中国が最新鋭を誇っていたはずの原子力潜水艦が日本の海事に浮上させられたことに、多くの国民が疑問と不満を感じたようです。軍事大国であり、じわじわと日本に圧力をかけていたはずなのに、
足を救われてしまったことで、自国に対して怒りを感じた人さえいたようですね。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。奄美大島海峡を中国原子力潜水艦が通過後、太平洋へと向かった2020年6月のことだ。海上自衛隊からは、B1 哨戒機、護衛艦加賀がすぐさま現地へと向かい、対応任務に当たった。日本では、中国の潜水艦はデータ取りできており、今回は逆に日本の潜水艦への対応力を試しているようだ。そこまで日本を甘く見ない方がいいだろう。なぜなら、さらなる次期潜水艦の開発が進んでいく。では、そう、竜型潜水艦の次は、どんな潜水艦か見ていこう。軍事技術には、様々な新機軸が投入され、それが定着することもあれば、一定の条件を満たすものへの導入に止まる場合も多いが、そうした技術の潜水艦の代表例がポンプジェット式推進だろう。潜水艦におけるポンプジェット推進は、アメリカやイギリス、フランス、そして、ロシアと中国などのほぼ一部の原子力推進型の潜水艦への限定的な導入に止まっている推進方式となっている。この最も先進的に思えるポンプジェット式推進が一部の潜水艦のみに採用されるに止まっている最大の理由は、最大でおよそ30ノット以上の高速でなければ、従来のスクリュープロペラに効率で劣るためだ。アメリカ海軍が当時のソ連をあらゆる面で凌駕するために、惜しみなく、コストと技術を投入したシーウルフ級潜水艦には、ポンプジェット推進方式が採用されているが、水中最大速度は35ノット以上とも言われている。これに比して、海上自衛隊の潜水艦は、もちろん通常動力型であり、最新鋭の、そう、竜型、闘竜などでの水中最大速力は20ノット以上と、低速であるため、ポンプジェット推進は採用されていない。海上自衛隊の装備品としては、潜水艦の兵装ではあるが、最大速力40ノット以上を誇る97式魚雷や89式魚雷にはポンプジェット推進が用いられており、その速度での優位性を取り入れたものとなっている。ポンプジェット推進は、推進する本体が周囲の水を取り込んで、それを勢いよく噴出することで、高い推進力を得る技術であり、潜水艦以外でも高速な水上艦艇に採用され、
レジャー用では水上バイクなどに用いられている。前述したように、およそ30ノットを超える速力以下では、エネルギー伝達効率が既存のスクリュープロペラ方式に劣るほか、機構が複雑な上、それゆえに高価になりがちな特性が採用される艦艇の種類を限定しているんだろう。反面、ポンプジェット推進のメリットとしては、高速を実現できることに加え、噴出する水の向きを調節し、進行方向を変える特性上から舵が不要となり、かつまた、水深の浅い状況下でも航行させられる点が挙げられる。ただし、これらのメリットのうち、ポンプジェット推進を採用している潜水艦が目的としている部分は、やはり水中航行時の速度にあると考えられ、それ以外は副次的な特徴に過ぎないと言えるだろう。ちなみに、通常動力型潜水艦において、2020年現在において最新の仕様となっているのは、X 字型の舵と1枚のスクリュープロペラであり、そう、U型もここの構成を採用している。X 字型の舵は、それまでの十字型の舵を進化させた機構で、十字舵の場合、4枚が、それぞれ上下左右の向きを担っていたものを、仮に、どれか1枚が破損したとしても、他の3枚でカバーできるように、改良されたものだ。加えて、十字舵の場合には、海底への接触で舵を破損することのないように、舵自体が船体を超える長さにはできないが、これを X 字にすることで、長さ、表面積とも拡大することができるため、運動性能が向上している。これは、具体的には、十字舵の親潮型潜水艦と比べ、X 字舵の、そう、U 型は、約3割の旋回性能の向上を実現、浮上に要する時間も、短くすることに成功しているとされ、より機敏な動きが可能となっている。また、かつての潜水艦は、スクリュープロペラが2機だったものが、近年では1機となり、それに伴い、スクリュープロペラの羽の枚数自体も3から4枚が、5から7枚へと増加する傾向が見られている。これにより、スクリュープロペラの羽の形状も、3から4枚の頃の全体に幅が、広面積なデザインから、5から7枚では、L 字型に尖ったような形状に変更され、潜水艦で重視される静粛性の向上が図られた形状となっている。身近な存在では、現在の家庭用の扇風機などでも、5から7枚の羽を持ち、その形状は L 字型をしており、これも、稼働時の風切り音を抑えて、静粛性を高めるという、潜水艦と同様の効果を狙ったものと、言えそうだ。海上自衛隊では、現在の最新鋭艦の、双竜型に続く3000トン級の、潜水艦も建造を開始しているが、こちらも、双竜型の能力をさらに、高めたその延長線上にある仕様と目され、新機軸は少ないように見える。
すでに、この3000トン級潜水艦の次級となる艦艇の設計も、開始されているようだが、いかに、リチウムイオン電池が、その能力を、高めても、現状では、ポンプジェット推進を有効にできるとは、考えがたいようだ。しかし、電池技術の進歩以下によっては、そうした予想を覆し、ポンプジェット推進のメリットを活かせる通常動力型潜水艦が、建造される可能性もゼロではないかもしれない。現在のリチウムイオン電池をしのぐ可能性のある電池としては、固体電池、空気電池、燃料電池など複数の方式のものが、基礎研究の段階から実用化に向けた段階へと進化していくこともあり得るだろう。